こんにちは。本日のテーマは耳鳴りです。耳鳴りは国民の 10%、 つまり1300万人が悩んでいる耳鳴りに効くツボをご紹介しようと思います。耳鳴りはひどい方だとジェット機が起きている間ずっと鳴っていて集中ができない、眠れない方もいます。で、進行していくと最終的にはうつ病になってしまうという大変怖い症状なのです。耳鳴りがある方の9割は難聴があるとされております。そのためこの動画を見ているあなたも難聴がベースにあるかもしれません。耳鳴りがひどくてうつ病になってしまう方もいるため、たかが耳鳴りと思わず耳鳴りをしっかり改善することが大切です。当院のセルツは耳鳴りで何年何十年悩んでても9割の方は改善します。だからご安心ください。その中で耳鳴りに有効とされているツボを本日は3つご紹介しようと思います。まずは本日のツボをしっかりと押してみて変化が出るかどうかを見てみてください。で、このツボを押して治っちゃったよとか症状が治まるよという方は軽症になりますので、そういった方はそのまま様子を見てもらって大丈夫です。ツボを押して少し耳鳴りが治まるよとか音が小さくなるよという方はこちらの3つのツボを押して1週間様子を見てください。ツボを押しても全く耳鳴りが変化しないよという方は当院の専門の治療が必要になりますので無料相談にてお電話もしくはメールをください。短期間の施術になりますので耳鳴りで悩んでいる方が全国から LINE されておりますので全国からのお問い合わせお待ちしております。では実際に耳鳴りに効くツボをご紹介していこうと思います。一つ目のツボはこちら、足輪灸です。で、足輪灸なんですけどこの第5と第4子のここにあります。で、ここのツボなんですけれどもここのツボっていうのはちょっとこの頭の方を見ていただきたいんですけれどもここのところに動止量っていうツボがここにあります。で、ここの目のところから始まってこういうふうに耳のそばを通ります。耳のそばを通って頭の先まで行ってぐーっと来て肩に来ます。肩から脇の下を通ってお腹に行って股関節を通って足の側面をぐーって降りてきて足の第4趾のところまで行く。これが短径で、この経絡っていうのは電車の線路になりますので線路のどこかが問題を起こしてしまうと病気になってしまいます。この経絡っていうのは、気が通ってるって言われてます。気の病と書いて病気です。つまり耳の周りをこれだけ通っているので短径というここのツボを刺激することによって耳鳴りが収まります。なのでここの足先のところの足輪灸っていうのは特にここの耳鳴りに良いとされております。このツボは泣くことを望むと書くことから目にいいツボとしても知られております。涙は涙管、涙を通る管ですねを通り鼻へ伝わります。その鼻の付け根にあるのが耳管になります。耳の管ですね。この耳管の開閉がおかしくなってしまうと声が響いたり耳が詰まったりしてしまうのです。そのためこのツボは耳鳴りを抑えるのに有効とされております。押したそばから耳鳴りがなくなってしまうっていう方も結構いるツボになります。当院でも突発性難聴や耳管開放症などの
耳鼻科疾患で来院された方にアドバイスとして教えるツボの一つでもあります。ここの足輪灸は、ここの耳鳴り以外にもどのような疾患に使えるかというと、難聴などの耳の疾患全般に有効です。例えば突発性難聴とかでも有効ですし、耳の疾患全般に有効ですね。その他に目の疾患にも全般的に有効です。それから鼻の疾患、あとは自律神経失調症、あとはイライラが収まらない方、高血圧、頭痛なんかにもいいツボになります。位置としてはですね、この第4子と第5子のところをここの間をぐーって止まっていくと、ここで骨でねちょっとくぼんでるんですけど、ここが足輪灸になりますね。4子と5子の間をぐーって止まるところですね、これが足輪灸になります。では足輪灸のツボの位置について説明していきたいと思います。ここの第5子と第4子の間をぐーって登っていくと止まるところ、ここですね。ここで、ここのツボっていうのは、足輪灸は泣くことを望むツボと書くことから、ここっていうのは比較的痛みが強いツボになります。そのため痛気持ちいい強さで押すことが重要です。で、このツボをこの人差し指でもいいですし、こうやって親指でこうやって揉んでもらっても構いませんけれども、痛気持ちいい強さで息を吐いた時に 1,2,3、 吸った時に 2,2,3 という形で、10回押していきます。では皆さんも一緒にツボ押しを行っていきましょう。じゃあまずね、ツボの位置確認しますよ。第5子と第4子の間ぐーって登っていって止まるところで、ここを比較的分かりにくいって人はね、この骨がこうあるんですけど、骨の間こうやって登っていくと止まりますから、ここそれでもってめちゃめちゃ痛いです。ここが足輪灸になります。で、ここをこのように 1,2,3,2,2,3 で離してやっていきます。じゃあ皆さん、ツボを押していきますからね、いきますよ。せーの、息を吐きながら 1,2,3 吸って離しながら離していきますよ。はい、また息を吐いて 2,2,3 吸うときに離します。3回目、息を、はい、吐いて 3,2,3 吸ったときに離す。はい、また息吐いて 4,2,3 吸ったときに離して、はい、息を吐きながら 5,2,3、はい、息吐きながら 6,2,3 吸って離す。7,2,3 吐きながらで吸って戻します。 8,2,3 息吐きながら吸って戻す。 9,2,3 吸って戻して、吐きながら 10,2,3 3秒かけて吐きながら戻します。で、ここのツボなんですけれども、10回このように押して、それ以外にもここのツボのところにお灸をしても効果的です。お灸なんてないよという方は、ここの部分に北海道を貼ったり、ドライヤーでバーってあったかくして、熱くなったら外してっていうのを10回繰り返してください。これでもいいです。それを行った後に、ここのところにお米粒をつけて、紙絆創膏で留める米壺っていうのを結構うちでは紹介しているんですけど、その米壺を両足にやってもらっても有効です。で、特に右の耳に耳鳴りが鳴ってたら右足、左の耳に、耳鳴りが出てたら左足で、そういうふうに行うんですけど、それでも変化がない場合は両足に行ってみてください。二つ目のツボはこちら、小解です。二つ目のツボなんですけど、ここにあるツボで、小解、少ない海と書きます、小解ね。で、ここの小解というのは小陰神経といって、ここの、
第5子と第4子の間からぐーっと流れて、この外側ですね。で、脇の付け根まで行く、曲線っていう脇の付け根まで行くのが、ここの、小陰神経。で、この少ない海って書くんですけども、この少ないという字は、小陰神経という経絡の上にあるので、少ないという字が入ってます。そこから来てるのが、この少ない。で、この海というのは、この海という字はですね、集まるという意味を表すので、ここの小陰神経の気や血液が集まるツボとされております。この2つ目の紹介なんですけども、このツボは心を豊かにして精神を安定させる働きがあります。またこのツボは昔から耳鳴りの特効穴として有名なツボです。この耳鳴り以外にもその他の効果としては、動悸、不眠、自律神経失調症、めまい、難聴、鼻づまりに良いとされております。で、このツボの位置なんですけど、肘をこのように曲げるとシワが入りますが、この黄門ができる先端から指一本分下のぐらいのところ、もしくはここの線をぐーってちょっと圧をかけた状態で降りてって止まるところ、ここに骨が下にあるんですけど、ここが小腿になる。で、ここのところっていうのは下にですね、上腕動脈っていうからの分岐で、尺骨動脈っていうのが触れることができるので、手先が敏感な方はここに弱い拍動を感じることができるツボでもあります。では、小腿のツボの位置について説明していきたいと思います。では、手をこのように曲げていただきます。手を内側ですね。で、手をこういうふうに曲げていただくと、ここにシワができますよね。このシワのところの先端がここなんですけど、ここから指一本分下ぐらいのところが小腿。もしくは、ここからここのところに、この先端ですね、この先端のところにブッと押し、中にグッと入れた状態で下にします。そこがツボです。止まりますから。もしくはこのままグーっていくと止まるところ、まあ分かりやすいのはここの先端のところを押して下に引いたところ、ここがツボです。そうですね。で、ここのところっていうのは上腕動脈っていう枝で、尺骨動脈っていう動脈があるので、この状態だと拍動を感じないんですけど、こういう状態にしてあげると拍動が感じる部分でもあるので、手先が敏感な方だとここの小腿のところっていうのは拍動を感じることができるツボになります。では次、押し方について見ていきたいと思いますね。で、先ほどこのようにやってね、ここ先端から先端のところ押し込んで下に引いたところっていうふうに紹介言いましたけど、ここのところを押して痛い方、これ痛くない人もいるんですけど、痛い方は大変有効なツボになります。痛くない方でも押していただければ効くってことはあるんですけど、特にここを押して痛い方すごく効きますので、押してみて痛い方ちょっと頑張ってね、押してみてください。で、ここ押し方なんですけど、このように親指で、この先端のところをグッて押して下に引きます。ここでいいです。ちょっと下にこうやって引くような感じ。これで十分押せてますので、これをさっきと同じように、息を吸って吐いた時にグーって3秒かけてます。で、また吸った時に離して、ふーって時に押してっていうのを10回繰り返していきます。では皆さん、ツボの位置を確認して、一緒に、私と一緒に押していきましょう。じゃあもう一回肘曲げていただいて、ここの先端、シワの先端ですね。シワの先端のところを、先端です。先端のところを中にグッて押して、そのまま下に引きます。これが小腿です。ここのツボを息を吐いた時に、1、2、3、吸った時に離してっていう形で10回押していきますので、皆さんも行きますよ。一緒に押していきます。では、
このシワの先端をグッと押して下に引きます。いきますよ。息をまず吸って、吐いた時にグーッと押します。1、2、3、吸った時に離します。2回目、息吐いて2、2、3、吸って戻す。3回目、息吐いて3、2、3、戻す。はい、息吐いて4、2、3、吸って戻して、5回目、息吐いて5、2、3、吸って戻す。6回目、息吐いて6、2、3、吸って戻す。7回目、息を吐いて7、2、3、吸って戻す。8回目、8、2、3、吸って戻す。9回目、9、2、3、吸って戻す。10回目、10、2、3、吸って戻す。これも先ほどと同じように、右耳が悪ければ右の小回、左耳が悪ければ左の小回を使います。しかしでね、これ右が悪くてもこっちのツボに反応がある場合があったらこっちのツボが使えます。なので基本的には右は右、左は左なんですけど、両方押してもらって、痛い方があればそっち使っていただければ十分ですし、両方ちょっと押していただいても構いませんし、両方押したら効くっていう方もいらっしゃいます。でこのツボは先ほど同様お灸していただいてもいいし、でこれ3、2、3ってやったんですけど、それ以外にこうやってグリグリグリってやった方、円を描くように10回揉んだ方が効くっていう方も、そういった方が耳鳴り収まるっていう方もいらっしゃいますので、それもやってみてください。こうやってね、円を描いて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10っていうのを右と左両方やってみてください。でこれで収まるっていう方は1週間ぐらい押してたら大体収まっていっちゃいます。でもこれでもダメな人はやっぱり専門的な治療が必要です。でそれ以外にもここのところに当院でよくやってる米壺ね、米壺っていうのはお米粒一粒で、紙絆創膏をまあ大体これぐらいの長さ切ってもらって、そこの中心に米入れ、お米つけてペッて貼るだけ。これだけでも持続的にここのツボを刺激できるので、耳鳴りが収まってきますので、ちょっと皆さんね、ぜひちょっと試してみてください。三つ目のツボはこちら、中所です。三つ目のツボはですね、ここにある中所。第4子と第5子のちょうど間で止まるとこで、この中所っていうのは小腰三焦経に属します。でこの小腰三焦経っていうのはどういうルートかっていうと、ここの第4子のとこの爪際からずーっと通って、ちょっと動かします、後ろ側行きますよ。ここにぐーっとできて、それから肩に入って、ここをグーッといって、今度耳の周りを通って、耳の前から目のところまで、七九九という目のところまで行くのがこの小腰三焦経になります。先ほど言った通り耳の周りを通る経絡になるため、耳の疾患には大変効果があるツボになります。で3つ目の中所なんですけども、中所の頃、所っていう字は渚という字を表します。渚って読みますよね、これね。これは川や海、湖などの波の打ち寄せるところ、つまり波打ち際や水際という意味があります。そのためこの壺は水との関係があるため、気圧の関係で症状が出る方にはおすすめのツボになります。例えば雨だと調子が悪くなるだとか、台風が来ると体調悪くなりますよなどです。他にも気圧の変化で耳鳴りがする、めまいがする、頭痛がするなど様々です。気圧によって出る症状すべてに利用できるのがこちらの中所です。耳鼻科疾患だと気圧との関係があるメニエル病には特におすすめのツボになります。でここの耳鳴り以外にもその他の効果として、めまい、気圧から来る偏頭痛、難聴、
耳詰まり、自閉感ですね、喉の痛み、頻尿にも良いツボとされています。ツボの位置としては、手をグーで握った時に手の甲にできるくぼみですね、もしくは第5指と第4指の間をずーっと降りてて止まる、ここ骨あるんですけど止まるところ、ここが中所です。では今度は中所のツボの位置について見ていきたいと思います。このようにして第5指と第4指をぐーって降りていくと止まるところなんですけど、ここが中所になります。これでもちょっと分かりにくいよっていうような方は、まあでもね、ここをちょっと圧を入れてやっていくと止まるんですけど、これでも分かんないっていう方はグーで握ってみてください。グーで握っていただくと、ここにくぼみがあります。くぼみね、ここの一番くぼんでるところ、ここが中所になります。このくぼんで、さっきと同じようにくぼんでるところをグッて押して下に引いてください。これでも中所になります。くぼんでる真ん中を押して下にグッと引きます。これが中所です。ではこれをどのように押していくかっていう、先ほどからやってる通り、息を吐いた時に1、2、3、吸った時に離してっていう形でやっていきます。ポイントはこれをまっすぐ押して下に引いてください。それで中所になります。いきますよ、皆さんも一緒にこのツボを押していきますので、ぜひとも皆さん一緒にツボ押しを行っていきましょう。ではこのように手をグーにしてみてください。グーにしていただいて、ここのところで真ん中のくぼみらしきところを押してください。グッとまっすぐこのように押します。グッて押したら下にキュッと引いてください。これでちょっと違和感あると思います。これが中所になります。これを息を吐いた時に1、2、3、吸った時に離してってやりますよ。で、1が、すみませんね、ここね。で、じゃあ皆さんも一緒にここのツボ押していきますからね。真ん中のところ、くぼんでる真ん中をこのようにこっちに押して下に引きます。ね。これ押していきますよ。じゃあ皆さん一緒に行きますからね。息を吸って吐いた時にぐーっと押します。1、2、3、吸って離して、2回目、息を吐いて2、2、3、吸った時に離す。3回目、息を吐いて3、2、3、吸った時に離す。4回目、息を吐いて4、2、3、吸って離します。5回目、息を吐いて5、2、3、吸って離す。6回目、息吐いて6、2、3、吸った時に離します。7回目、吐いて、7、2、3、吸って、離します。8回目、吐いて、息を吐きながら、8、2、3、吸って離す。9回目、息を吐きながら、9、2、3、息を吸って。10回目、ここを、息を吐きながら、10、2、3、吸って戻すと。で、ここのツボ、先ほどのように、こうやって円でグリグリグリってやって効くパターンもありますので、こうやって聞く方はこれを両方やってみてください。これも同じです。右耳の方は基本的には右、左耳の方は左になります。しかし右耳の方でも左が聞くっていう方もいらっしゃいますし、両方したら耳鳴りがなんか小さくなったよっていう方もいらっしゃいますので、このような形で、この中所のツボを押してみてください。で、ここも同じようにお灸をしていただいてもいいし、あとはここのところに米壺もしくは非内心なんか貼っていただいても効果的ですので、ぜひとも皆さん押してみてください。では最後にまとめのお話をさせていただきます。まずは本日教えた足輪灸、小解、中所を1週間押してみてください。壺を押して少し耳鳴りが小さくなるよとか、なんか変化が出るよという方は1週間ツボをして様子を見てみてください。しかしツボをした時に全然耳鳴りが変化しないという方は専門の治療が必要になります。当院では耳鳴りを最新医療に基づいて治療を行っております。耳鳴りは病院に何箇所も行ったけど治らないという患者さんばっかりです。
今日撮影している本日の患者さんも5年間耳鳴りで悩んでいたんですけれども、1週間の治療で治ってしまいました。当院の施術は基本的には1週間から2週間で耳鳴りの治療を行っていきます。病院では耳鳴りに対する治療法は基本的にはありません。あるとすると TRT 療法というのがあります。この TRT 療法っていうのは耳鳴りがする音と同じ音域の音を24時間つけっぱなしにする状態です。24時間つけっぱなしにすることによって耳鳴りの音に脳が慣れてしまう、だから結果治るという考え方なんですけども、これは大きな間違いであって、24時間聞きっぱなしにするのでもう体が、脳も体も全部休まらないので自律神経がおかしくなって耳鳴りは感じなくなったけど他の病気になってしまったりします。耳鳴りっていうのは自律神経がおかしくなって聞こえるのが耳鳴りです。交感神経優位になって、つまりストレスを得て耳鳴りを感じてます。なのにもかかわらずさらに自律神経をおかしくしてしまったら元も子もありませんよね。だからそういった治療っていうのは当院では禁止してます。耳鳴りっていうのは音を聞かないようにしなきゃダメです。それは外有毛細胞というのが大きく関係しています。外有毛細胞というのは入ってきた音が小さかった時には大きくして脳に伝えますし、逆に音が大きく入ってきた時は小さくして脳に伝えます。ここの細胞が痙攣している状態っていうのが耳鳴りになります。耳鳴りでお困りの方はぜひ無料相談にてご相談ください。全国からお困りの患者さんが当院に来院されております。また耳鳴りはストレスとの関係性が強いとされていますので、今回のツボ押しをしてもなかなか変化がないという方はこちらでご紹介しているストレスに効くツボっていうのがパターン1、パターン2とありますので、そのパターン1、パターン2のツボもぜひ押してみてください。それで変化が出るんだったら、先ほど同様少し押して耳鳴りに変化が出るっていう方はそのまんま収まることが多いので、それで心配ありません。しかし1週間押しても変化がないという方はもう効きません。で、効く方っていうのは最初にちょっと押した段階で少し変化出ます。もう押しただけ、押した段階で変化が出ない方はもう効きませんので、そういった方はもうかなり重い状態になっていますから専門的な治療が必要になります。今後もこのような動画の作成を行っていきますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしております。皆さんの応援があると頑張ろうという気になりますので、更新頻度も高くなりますから、ぜひ皆さんに有益な情報を発信していきますので、もう一回言わせていただきますけど、チャンネル登録といいね、コメントお待ちしております。ストレスを抑え、ツボをして辛い耳鳴りからあなたも解放されましょう。